石田です。今日は大交等神経を同定していきたいと思います。まず、下等射筋を同定して、その上で大交等神経を探していくわけなんですけども、えー、と下等射筋の簡単な童貞の方、同方法については、僕のもう一つのチャンネルで詳しく説明しています。概要欄に URL を貼っておきますので、そちらの方でご覧いただければというふうに思います。はい。それでは早速、大行頭神経探していきましょう。 よいしょまずですね、はい、エコのプローブを、はい、首の後ろに当てます、もう片方の手で曲突起を触って、えー、追球を駆け上がってきます。だーと。そうするとここで、はい、下投射菌が見えてくるわけですね。はい、で、この上で大光頭神経を探していきます。でえっと カートを射筋をきちんと長軸で出すときのですね、このエコのプロボの外側をグッとチルトアップしなければならないんですけども、え今日はですね、大行と神経を探していくだけですねエコのプロブはこうやって真横に当たっていればそれで大丈夫です。はい。さあ、それでは、えー、ここですね、カートを射筋の上で大行と神経を探していきます。さあ、で、コツはですね、このエコのプロボですね、こう、ひょこひょこ、微速、等速、微速、 等速というふうに動かしていくことが大事になってきます。で、えっ、ー、と、当て方なんですけれども、加藤借筋はですね、えっ、ー、と、後頭部斜めに、えーの、のよぎってる筋肉なんですけれども。えっ、ー、と、なるべくですね、この。低支部よりも、基支部の近くで、えー、このプローブを当てます。そしてですね、えっ、ー、と、少しえっ、ー、とこ、こう押し込んで、少しだけ軽く押し込んであげるようにしてあげるといいんじゃないかなというふうに思います。はい。 で、こうやってこうエコのポルボを等速、微速というふうに動かしてんですが、見えますかねよいしょ。よいしょ。なるべく中枢速を見ていきますよ。そして、きます。等速に動かす。そして、この微速に動かす。そうするとですね、えっ、ー、と、大高等神経っていうのは、えっ、ー、と、微速から等速に向けて、えっ、ー、と、外側から内側に下等射器の上を横切っていきますので、 あ、見えましたかこれですよ。ここから等速にエコーのプロブを動かすと、内側の方にスーッ。消えてきましたね。もう一回戻ります。で、今度ここから微速にエコーのプロブを動かすと、あ、ごめんなさい。この神経ですね。ここからスッ。外側の方に消えてきました。等速いきます。スーッ。微速にスーッ。 もう一回って遅く。すー、うー、微速。すー、うー、とこんな風になるわけですね。はい、最後にこれ、結果でないことは確かめるために、ドプラだけ当てておきましょう。ここにドプラを当てます。あ、よいしょ。もうちょっとこっちかな。これですね。 はい、大丈夫ですね。血流乗ってないですね。なんで、これが大高等神経ということになります。はい、えー、最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。